気生きてるかーい。あ、門松。この門松はタワーのやつかいね。ちょっと待って。1年間みんなが健康でいられますように。3、ありがとう門松です。みやみやしばばばばばおじぎ、ありがとう門松です。いやもうね、みんな元気してた？君がねって感じ。いやだね、本当にね、生きてる？うん、みんな明けおめ、こてやろう。明けましておめでとうございます。え、そうなの？お揃いやばいでしょ？びっくりしちゃ、私がびっくりしちゃった。運命感じた。見てるか佐野はるか。そう、いやちょっとね、もう今はね元気になったので大丈夫です。なめなやつさん、くまさん、ありがとう。もうね元気になったから大丈夫です。いや、朝8時ぐらいにね、ふって起きたらね、寒いと思って、愛知の朝はこんなに寒いのかと思って、ありえないぐらいに寒くなって、やばいこれはと思って、でもさっきまで入ってた布団に入ってもあったかいはずなのに、毛布も冬用の布団もすごいね、あの広島なんかね、ペラペラの毛布1枚で寝てるから、それよりも全然あったかいはずなのに寒すぎて、うおーってずっとガタガタしてて、これは違うと思って熱を測ったら9度近くまで上がってて、いや待ってくれと思って、そうで9度近くまで一回グワーって上がっちゃって、これはちょっと毎日アイドル19日目ぐらいで途切れるかと思って、それぐらいやばくて、わ、なんかなんだこれは、みくじみたいなやつ、ありがとう、あけおめありがとうございます。いやそう、本当にやばくてびっくりしたね。うん、そうなんですよ、びっくりしたよね。リップいつもより薄いよ、いつもより黒くもないしね。びっくりした。で、そしたら何だったの、一回グワッて上がったから、なんかちょっと微熱まで出して、レコ体があったからちょっと出して解熱剤で下げるっていうのをずっとここ3日4日繰り返してたから、多分上がらなくて、自分の中の、ね、内容も上がらないとさ、なんかちゃんと治らないじゃないですか。でもうそのグワッて上げて、多分その自分の中で多分そのバイ菌をね頑張ってやっつけろってしてて、自分の体の中で、そうでなんかドワッて上がって、でお昼ぐらいまでもうおせちとかもね一回ね9時か10時ぐらいにねみんなで食べようってなったんだけど、おせちとかお刺身とかがいっぱいあって、もうね起き上がれなくて、まずその39度とかあったら、これはもうちょっと花より団子の私でもちょっと無理だと思って、え、ふくんさん、くまさん、ありがとうってなったけど、結局ゾワって上がって、もう今はねここずっとなんか4日間ぐらい微熱が続いてたんですけど、もうなんか7度はあるかなずっとぐらいであったんですけど、もう今めっちゃ平熱なの、もうね
って下がっちゃって、そう平熱になりました、久しぶりに。そう多分そうで今日配信できないかなと思ってたんですけど、できましたってことで、あけおめみんな元気？そうそうそう、あの元気になったの油性ペン字のアイラインでママに書いてもらったで、笑っちゃってね、ウシュッついちゃったって言われた。あけおめことよろです、元気みんな。すごいビーポー言ってる。あきえむろ目が赤い、いや気のせいですよ、ほら、いやマジでやばい。っていうことで、なんて言うんですか、 STU の福袋ってやつあれ、ん福袋ですか、福袋福袋を開封したいと思います。イエーイ。いやもうね全部買ったらしい、見える？1万円と、あ違う、5000円、1万円、15000円のやつを買ったらしいから、え福袋で名前合ってんのかな、これ名前福袋、福袋開封をやります。届いてたからね、カノンがへばってる間に。開封、う、あれちょっとないんだ、開封の儀をやりたいと思います。ほい、ということで、そう生写真はこれですね、これ見せてもいいよね、多分。開封の儀をしたいと思います。へばってたら届いてたので、さあ生写真、じゃらん、きっと、え、これさ1枚1袋につきさ、めっちゃ入ってるじゃん、これさ適当に開けていいかな、もう適当に開いちゃった。いやなんか指紋つけたくないじゃん、こういうのって手袋してやりたいよね。まあいっか、じゃあ1人目、コンプしよう、できるのかな、ももちゃん、じゃななな、ももちゃんです、おいえい、ちょっとこれ置く場所ないわ、ももちゃんでした、地引きがあるのか、ももが七つで、ももな、愛媛の子ですね。わ、じゃらーん、ナナさん、じゃん、これナナさんだけ衣装が黒なんですよ。ナナさん、耳が、はい、次前髪短くない、マイハー、え、山口の子ですね、スタイルがめちゃいいって今日さっきママがめちゃ褒めてた、マイハー、はい、みなみん、みーちゃんですね、兵庫の子、イエーイ、パルト、パルト、パルトは徳島の子ですね、パルト
けおめ、みんな元気格闘少女もう立ったか行かないと終わらない。これは何枚あるの分からない。5 10 15 20 25 30 30 30だから多分いける、いけると思われ。イエイ。じゃん、はい、シー岡山の子。あ、全然カノン出ないじゃん。みゆみゆ、兵庫の子ですね、淡路の子。これさ被らないね、意外と。こんだけじゃ被らないかな。マリーナ、山口の子。みちゅー、広島ですね。あおりちゃん、はい、広島。いや、愛知の子は出ないですね。来ました、おめでとう。被らないね。結構被る。あ、そうなんだ。はい、じゃあ次行くぜ。10万被る。あ、マジで？めっちゃ適当に開けてるけど大丈夫かな。ママに怒られちゃうかな。はい、立ったか行くからね。ソラハちゃん、あ、兵庫の子ですね。ソラハちゃん、ドレミファーソラハですね。フーちゃん、かわいい。このフーちゃん、かわいい、かわいい。あ、大阪の子です。でも兵庫のメンバーです。サキちゃん、サキちゃん、サキちゃん元気かな岡山の子ですね。あゆみん、福岡の子です。と山口の、山口のオーディションの会場の子。あゆみん、まひちゃん、徳島の子ですね。うん、前髪作ってたね。元気かな？元気してるた？ちょっと配信見に行けてないんですけど。今日へばってたから昼間マジで死にかけてたから。いや、1月1日からもう初詣行けなかったしね、へばったせいで。かぶらないね。カノンタンも出てこないし。じゃあ次、まあ、あと3つしかない。3つもあるけど、ビンゴー、香川。あ、さきちゃん、でもポーズが違う。さきちゃん、これコンプとかできそうだね。あーちゃん、岡山ですね。ほちー、広島ですね。ゆらりんですか？わしゃかりんって呼んじゃうんだけど、ゆらちゃん、広島の子ですね。イエーイ。あれより引き強い？かぶらないからってこと？より中引きです。愛知の子出ないね。はい、みなみ、これもポーズ違うね。石田のみなみ。あ、ここは広島の子ですね。あおいちゃん、愛媛。あおいちゃん、ゆりぶ、広島ですね。クエスチョン、愛媛ですね。
これ意外とかぶ、あーあー、これはあれですね、やっぱさ、さっき褒めちゃったからさ、めっちゃ可愛いってかぶっちゃった。ふっちゃん、ココアの制服バージョン、マイハの違うポーズバージョン、ミッチュの制服バージョン、パルト、あ、これも被ってない？じゃあパルトとフーちゃんが被っちゃったね。あ、でもそんなに被ってない、バラケ、あ、自分が出てない、あ、急がいが出ない、急がいが出なかったですね。ちょっと今回は地引きならずということでね。カノンね、割と暗闇のね、あの何でしたっけ、あれ、暗闇の CD のさ、特典のさ、ナム写真の時に結構引き強くてまんべんなく出たりしたんですけど、自分もで地引きしたりね、でした。そんな感じでした。ドラフト生は iPhone をゲットしたら、ん？良きかもしれないですね。そんな感じでした。生写真、佐野はるかは出なかったですね、見せびらかしたかったんですけど。ということで、じゃあ福袋いきます。急ぐっていうね、破っていいかな、ママもやりたいかな、よいしょ、あ、ちょっともう破ろう、もういい、はい、5000円の、5000円のってなんかやだね、5000円の福袋からです。はい、あ、中にお写真あんの、これびっくり。じゃあ5000円のやつは、なんかカバンがこんな感じででした。かわいいですね、かわいいですね。タオルが、あ、でも特定の写真、あ、そうなの、タオルがこんな感じのタオル、あれ、ハッピーニューイヤーって書いてあるタオルですね、書いてある、そんなこと書いてあるかな、書いてあった、ハッピーニューイヤーって書いてあるタオル、あ、すごいいい生地、はい、と、何これ、メガネ拭きですか、これメガネ拭き、え、何これ、え、これ何、メガネ拭きかな、違ったらごめん、メガネ拭きみたいなやつはコッコッコドゲンでした。で、なんですかね、あとは、これはなんか、わからないけどコースター、あ、落ちたみたいなやつ、ここ落ちた、ここが落ちたよ、なんかコースターみたいなやつと、なんていうの、ワッペン、バッチみたいなやつ、のんさん、生写真はちょっと後でいっぺんにやろう、これ全部に入ってそうだから、かわかが、こいつまた綺麗に入れないといけない、めんどくさいな、あー、ぐっついさん、私こういうの入れたいタイプ、
またアプリ落ちた。これなんで最近アプリめっちゃ落ちるんだろうね。すぐアプリが落ちる。またアプリが落ちた。はい、こんな感じの5000円の福袋でした。まだ生写真はねあれしてないけど、さちゃんさん、くまさんありがとう、イエーイ。次、はい、こっちかな。1万円っていい値段しますよね1万円ってなかなかしますよね。1万円ってさ、カノンのお年玉ぐらい。知らないけど、まだもらってないから。オープン。なんかこのクリスマスみたいじゃんみたいなプレゼントの袋みたいなやつはこのぐらいの大きさです。結構ね、大きいの、ほら隠れちゃう。なかなかでかい、これ。はい。わっ、これ一回一回出さないといけないパティン。もうタオル一回紹介したから、もうタオル同じの入ったらいいや、出さなくてって思ってたけど。はい、次、タオル。すごい色のセンスのタオル、緑、なんていうの、こうエメラルドグリーンっていうんですか、のなんかスポーツタオルみたいなやつ。さあ、この柄ですね。何の柄なんでしょうか。かわいい、かわいい。エメラルドグリーン流行ってますよね。あ、ミントグリーンね。ゲストありがとう。ハートもありがとう。ねえ、かわいいですね。すごい。ぐちゃぐちゃに入っちゃった。ママに後で直してもらおう。あ、ひーちゃんさん、ありがとう。門松です。ビヨンビヨン、シュバババババ、お辞儀ありがとう。門松です、ありがとう。これ2018年、間違えた、2019年もよろしくお願いします。キーホルダークエスチョンのキーホルダーと、メガネ拭きなのかな、最後まできっとこれは何かわからない。メガネ拭きみたいなやつは、ほのたと、あー、これ開けるのめんどくさいな。え、待って待って、写真多くない、待って待って。え、待って待って、これさ、値段によって写真入ってる量違うの、めっちゃ入ってるくない。え、これ写真めっちゃ入ってるくない、これ紹介しきれるかな。写真めっちゃ入ってる。これ値段によって違うの、びっくりしちゃった。あ、そうなんだ、すごい。お、写真めっちゃ入ってんだけど。これは紹介は明日かとかにしようかな。びっくりしちゃう。多いですね、
はい、今何分？ほらもう21分だよ。いやびっくりした。多くない？かぶりそうじゃん。これは、え、これ何？あ、え？え？お、え？レジャーシート？あ、な、れ、なんで？あ、見えない。レジャーシ、レジャーシート、でかーい。二人分ぐらい。嘘。一人分？一人でピクニックするときにはちょうどいいかなって。でも二人でやろうと思えばいけるっていうサイズのかわいいレジャーシート。1万円はこのデザインが多めですね。この多めっていうか全部そう。色もなんかこのなあ、ちょっと濁った湖みたいな色。なんだろうこれ、あのさ、かわいいね、なんだっけ、ミントグリーン。はい、でこれ最後かな。あ、違う、このね、これ一人でピクニック、あのあれよ、聖地巡礼とか行ったらピクニックとかしてください、ぜひ。これは、何これ、あ、これなんていうの、トートバッグです。あ、使いやすくない？ ST48 とか入ってないからね、割と使いやすいじゃないのかなって思います。じゃあこの中にさっきのタオルとレジャーシートを入れて聖地巡礼ですね、みんな。 OK？ OK？ で、なんかこれが入ってた。あ、これ？これに入ってたやつ？たらーん、うわー、え、これは大きくない？見て、このなんだっけ、スリムクリアボトル、ん、耐熱が100度まで、でも熱いのはあんまり入れないでだって。食洗機はあんまりだって。まあでもすごい便利くない？ほら、このさっきのね、トートバッグの中に入れて聖地巡礼ですね。なんか水いっぱい飲むとやっぱ肌綺麗になるとか言うから、知らないけどね、言うから、やっぱね、水これでいっぱい飲んでこう、みんな。やっぱさ、コールしてたらさ、喉も渇くでしょう。まあわかんないけど、真夏のフェスとかに良きではないかと思いました。はい、以上1万円でした。1万円のやつでした。はい、次それ持っていく。夏に容量少なくね。確かに。次、15,000円。これはですね、どうやって持つんだろう、こうやって持つのかな、カバン。すごいね、もうこれだけなんかもう袋の気合いが違うもんね。怒られないかな、これ後で。これだけもうね、入れ物から気合が違う。もう15,000円のやつは外見からもう気合を感じるもん。
きにくい。どうやって開けるのこれ。ちょっと待って。見て。糸こんにゃくみたいになってて開け方わかんない。さて、どうやって開け。あ、こうか。重いですか。STU の愛は感じる。あ、すごい、めっちゃ入ってる。びっくり。これ回るかな。え、めっちゃ入ってる。え、めっちゃ入ってる。え、なに、え、なにこと。すごいすごい。でもなんかとりあえずでかい。伝わる？でかい。ちゃんとね、町も町町町町町付きでね、下にね STU48 って入ってて、すごい。洗濯物とかこう入れて置いとけそう。です。じゃあまずキーホルダー。ゆらちゃんでした。かわいい、この下のちっちゃい船のやつ。これはさ、どう紹介するのが正解なわけ。これはあれですね、大量に入ってる写真を入れろっていうあれですね。これはもうね、便利だって。さっきあの量でしょ。あ、写真、多くない？これ何枚あんの？イエーイ。もうこんだけあったらもうこれがないと無理だから、これはもう画期的なセットだと思います。イエーイ。画期的なセットだと思う。あ、 iPhone がいるよ。すごい、マストアイテムってやつですね。プロのトレーダー、いや本当にっていう写真入れ。ちゃんとね、メンバーが全員いてですね。すごい、いつの写真だろうっていう感じの。おお、写真、この写真をいつかちょっと紹介しますね。多い。はい、で、これは何？え、これ何？ありがとうハート。メンバー全員揃いそう。その写真の紹介はいいです。あ、やっぱり？まあ見たいじゃん。お、カバンからカバン。あ、なんかでかい。あ、うん、エコバッグみたいな。トートバッグっていうのかな、なんか。エコバッグみたいな、なんかやつ。宿泊ありの平準例を。確かに、やっぱ瀬戸内ね。皆さん瀬戸内に住んでる方もいらっしゃるけどね、やっぱ瀬戸内に住んでてもやっぱさ、遠い徳島とかまで行くとやっぱさ、広島とかに住んでる方とかの場合はやっぱ遠いからね、いる、大事よこういうの。え、これ何？え、これ何？え、これ何？さっきからみんなが言ってるクッションってこれのこと言ってる？
ッション、クッション、クッションね。これ開けると多分ねドアってでかくなると思うよね。今こんなペロンペロンだけど、でもちょっと野宿セットでもちょっと出すとかさばるのでやめておきますね。ちょっとまだ必要になったら、野宿が必要になった時に出す。わーでかそうこれ。あ、ちょっとこっちからにしよう。たまに握手会とかで首から下げてるのを見ますね。なんとかホルダー、なんて名前なのかちょっと出てこないんですけど、がももちゃんでした。なんだっけこのさ、これよ、なんだっけ、写真ホルダー、チケットホルダー、まあなんとかホルダーです。あ、ももちゃんでした。あ、でかでか、もふもふじゃん、なんかじゃらーん、ああいや全然磯貝のやつ出なかった。これは響きならずですね。どれですね、どれはい、これはなんだ、え、でかい、バスタオルにできそうな、ここ、これ壁に飾ったら可愛いよ、この柄。あ、さっきのも可愛かったよ。これ壁に飾ったら見て、あ、でっかいから STU ですって分かっちゃう。ほら STU ですって分かっちゃう。これ何？みかん？ほら、ほら分かっちゃう、遠くからでもみんな読めちゃうよ STU って。かわいい。しかもね、あのね、洗ったらさカピカピになっちゃうさ、やっぱさ、なんだっけ、タオルってあるじゃん、何、お子様セットのおまけのタオルみたいなやつとか、でもなんかそういうのじゃなくてちゃんとしっかりしたねモケモケのねタオルでした。あー、めっちゃこの柄は何ですかね、わからない。ステンドグラス、スタンド、ステンドグラス、いいですね。やっぱさ夏とかさ暑いからさ、頭からかけて日陰にもなるやつ、はい、良い、かわいいですね。ということで福袋開封でした。麺80、あ、何パーセントだろう、見てないや。はい、そんな感じ。あ、でも結構重いかも、ずしっと。はい、でした、開封の儀終了。素敵な爽やかな可愛らしい STU らしいメンバーが詰まった素敵な可愛い福袋で、可愛かったです。イエーイ。形容詞多すぎ。
実用的だった。そう、実用的でしたね。これはなんかもっとなんだろう、ペラペラのポスターとかみたいな、なんかわかる？とかが出てくるのかと思ってたんですよね。彼女中身知らなかったから。すごい実用的でびっくりしたね。そう、普段使いやすかったですね。なんかポスターとかめっちゃ出てきたらどうしようかと思ったんですけど、どんな服？福袋あんまり買わないからな。この普通の服の福袋もなかなかね買わないんですよね。そう、愛知の子はいなかったですね。分厚いポスターはやだ。確かに、だったらペラくていいね。そう、生写真結構前に撮ったやつ、いつだろう。さ、いや、あれですよ多分ね。これカノンがここに編み込みしてるやつですか？出た方、カノン持ってるよって人は、カノンがどんなやつなのかわからないんですけど、でもあれですね、あれの時ね、浴衣ぐらいの時、夏前ぐらい。あれ普通に耳にかけてるやつ、いつだろう。じゃあちょっとわからない。両見かけでパッツンじゃないから、だいぶ前。パッツンでもないの？いつかわからない。愛知帰った？ただいま愛知ナウでございます。わーい。という、あ、福袋じゃない、思い出したんだけどさ、七並べのねガチャをやったんよ。5回ぐらいねガチャ引いたの、10連のやつを。そしたらね、カノン出なくて1個も、シークレットん、なんていうの、星5のカノンタンが1個も出なくて、またと思って、なんなら星4のカノンちゃんも出てないからね。いやいやいや待ってくれと思って、もうだって1年間かけて星5ゼロってそんなことある？全然出ない。地域別のガチャでもさ、あれもさ倍率変わんないじゃん結局。だからさ、なんでだろうね、全然出ないんですよね。推しメンは出にくいようになってる。いやなんかそんなことないって言ってたけどな。あ、みんなギフトありがとう、めっちゃ投げてくれてるよねさっきから、ありがとう。
なんかおみくじと、かわいいってやつと、ハートと、だるまと、ブラボーと、タコさんと、ありがとうみんな、めっちゃ投げてくれてる、ハートいっぱいありがとう、音符もいっぱいありがとう。目が乾く、虫めっちゃ出る、マジか、今日かわいい、吐き多め、ことよろ、ことよろっていうやつもあるの、これイノシシ、あーちゃんにね、LINE しかとされてるんですよ、ずっと。だからくろうと思います。縦がいいと思う、横がいいと思う、縦と横どっちがいいと思う、縦やな、え、縦かな、どっちがいいと思う、横、縦の方がでも映る、縦にします。あーちゃん、明けましておめでとう、今年はイノシシになったよ、2019年も大好きだよ、今年もよろしくね、これを送りつけたいと思います。まあ返事来ないんだろうけど、返事来なさそう、これさ音って出るのかな、音出るわ、さあ動画送ったところできっと返信は来ないんだけど、みんなカノンがこういう動画でも、動画だとちょっとワンチャン見るかなみたいな、送りました、あーちゃんに。みんな動画送ったことないでしょね、何の動画かなって思って開いたらこんだけっていう、またありがとう、あーちゃん10時から配信する、メンバーツイッターでこういうことしてくれればいいのに、メンバーツイッターでこういうことしたいですよ、めっちゃしたいですよ、したいんですけど瀬戸内のことしかつぶやけないので、愛知県にいる間は何ともねできないんですよね、瀬戸内以外のことは何もつぶやけない、瀬戸内のことしかつぶやいたらダメっていうルールがあるんですよ、だからできないんですよね、やりたくても。いや、かのんちゃんだってこんなに可愛くイノシシになったから見てほしいですよ、お揃いなんだぜさのはるかって感じで見てほしいんですけど、何で受けされてそんの、そう瀬戸内の土産って言ったのね、茶そばをね
か食べてほしくて、お家族に。でも買ってくるの忘れちゃったんですよね、時間がなくて。開けましたおめでとう、袋から買いました。うーん、わからない。どうなんですか、新年の挨拶もダメなんですよ。その新年特権みたいなない。じゃあみんないい感じにやってね。いくよ。縦にしても横になっちゃうんだよね。みんな明けましておめでとうございます。2019年も全力疾走で頑張ります。よろしくお願いします。イエーイ。2019年ももっともっと一緒に頑張るなです。よき。お時間です。これ何気 iPad 重いっていうね。あと5つ。あ、何がメールが。そう、全力でって思ってメールもね送ろうと思ったんですよ。めっちゃメールもね100通の子がいるって言ったから、ね、100通はさすがにちょっと100通何人もいたらちょっと迷惑だなと思っていっぱい送ろうと思ったんですけど、昼過ぎまでダウンしててちょっとやばくて、めっちゃアップになってる、やばくて。だからそんな感じだから、体調が治って明日も多分熱はもう出ないと思うので、めっちゃ送るね、メール。写真も今日はもう送れなくなっちゃうから、ショールームしてるから。イノシシのやつも明日送るね、待ってて。いつまで休み？内緒。いや本当に良かった、熱下がって。新年早々これはやばいと思って、もうこのまま何日も下がらなかったらどうしようみたいな。マジでインフルエンザだったらどうしようって思ったもん。違かった、多分多分だけど。病院に行くって言われて、病院に行く元気がなくて、まずね起き上がれなくて、起きれる頃には熱下がって元気になったっていうね。でなんかインフルエンザじゃなかったとしたら、救急しか多分今空いてなくて、その救急に行ったらさ、あれじゃん、もしインフルじゃなかったらインフルうつっちゃうことになっちゃうから、うん、インフルもらってきちゃいそうで。そうだからちょっとね大変。そうやばすぎて携帯が見れなくて、とりあえずメールでショールームやばいかもっていう報告だけしようと思って、
写真も何もつけずに、多分写真をつける元気なくてメールだけとあって打って送ってみたいな、そんな感じでした。そう、かなりやばかった。キョミトン見てなくて、いやカノンね、猫レディ元気ね、あんまり自分の部屋ににゃんこ入れないようにしてるんですけど、出かけてる間にね、にゃんこが入っちゃってて、でもさ、いろいろ部屋もさ広いんだからさ、猫からしたらなんかもっとさ、ベッドとかがあるんだから違うとこに寝たらいいのにって思うのに、カノンの枕の上でわざわざね丸くなって寝てて、おっってなった、マジかと思って。そう、そう、今の休憩インフル疑いしか寝たよね。そう思う。びっくりしちゃった。そう、匂いがする。美味しそうな匂いでもしたのかな。どこ行ったかな。何、ちょっと筆箱あった。よいしょ。てっちゃん。テニスボール。いや、これ何かわかんないの。でも、モフモフですよ。ウリボわあ、たぬきつねさんありがとう、ん、ありがとう、かどまつです、ビョンビョン、しょばばばばばば、ありがとう、かどまつです、2019年もよろしくお願いします。すごい、あきおめこてよろって言ってる。前足。みかんありがとう。おみくじありがとう。あずに、あずから返信来てないと思う、多分わかんないけど、あ、今年もよろしく、おそろちさんありがとう、かどまつです、ビヨンビヨン、シュパパパパパ、ありがとうございます。おじぎー、まやし、これか、おじぎー、ありがとうございます。2019年もよろしくお願いします。ね、推理小説探したんだけどね、ちょっとなかった、どこにしまったんだ、探してたんですけどないんです、なかった。これ出るかな、ちゃんとランキングがね、ちょっとちゃんと出るかわからない。イノシシ頭悪そう。ほっぺ、ママが書いてくれたよ。
みもがこっち見てる。みかん食べたい。みかんあるんだよ。ほら。だから字が綺麗。わ、今年もよろしくおさらちさん。ありがとうございます。ビヨンビヨン。おじぎ。ありがとうございますです。ママなんか修士やってたのかな、わかんない。でも笑ったからずれたって怒られた。そう、ゲットありがとうございます。え、これ絶対更新されないパーティーじゃないねえ。これは更新されないパーティーですね。どう思います？ママ手術したから分かんない。更新されないってやつですね。じゃあ行きます。13位、風を待つさん。12位、タナチュさん。11位、ブッチーさん。10位、福谷天一さん。あ、13位、ブッチーさん。12位、福谷天一さん。11位、津田ちゃんさん。10位、ミヤヒーさん。9位、大輔さん。8位、フルフルサルジローさん。7位、南米のいなつさん。6位、おいでやます元気さん。5位、王さん。4位、1年間みんながと健康でいられますようにさん。待って、今から書くんだ。ちょっと待ってね。今何分何秒？はい。はい。3位、ひーちゃんさん。2位、たぬきつねさん。1位、今年もよろしくおそらちさんでした。ありがとうございました。イエーイ。見えるかな？見えますか？見えるかい？みんな。58分。よし。ということで、1年間みんなが健康でいられますようにさん、ひーちゃんさん、たぬきつねさん、今年もよろしくおそらちさん、ありがとう、門松でした。ビヨンビヨン、しぼぼぼぼぼぼ、おじぎ。皆さんも配信見てくださってありがとうございました。2019年も頑張ろな。ということで、今日の配信も見てくださってありがとうございました。あ、良い初夢をですね。あと何秒残ってるんだろう。あ、10秒ぐらい。みんなありがとう。明けおめでした。ことよろ。頑張ろうな。風邪ひくなよ。